皆さんこんにちは。歌とダンス、そして演技やバラエティ番組で活躍し、いつまでも女性の憧れで居続けるジャニーズアイドルたち、歌番組にも多数出演されていますよね。歌いながら踊ったり、バラードで胸をキュンとさせたり、目が離せないシーンばかりですよね。しかし生放送の歌番組で、あれ音程がと気になることはありませんか？今回は全ジャニーズアイドルたちの中から歌が下手なジャニーズ15選をご紹介します。1. 知念優里さん。平成ジャンプの知念優里さん、ルックスがとても素敵で声もそれに合っていますが、少し男性にしては可愛らしい歌声に感じます。グループでのバランスを考えると良さとも感じられるのですが、幼さゆえか下手くそに感じてしまわれることもあるようです。デビュー曲では印象に残るパートを任されていましたが、年齢を重ねるにつれ声変わりなどもあり、少し苦しそうに歌う印象がありました。 2. 田中樹さん。ストーンズの田中樹さん、普段はラップを担当されていますが、カラオケ番組で歌を歌っていることがあります。めちゃくちゃ下手というわけではありませんが、アイドルをやっている割にあんまり歌が上手くないなと感じる人も多いようです。カラオケに行ったらいる、ちょっと歌が上手い友達のレベルとの意見もありました。 3. 堂本光一さん。キンキキッズの堂本光一さん、歌が上手すぎる剛さんが隣にいるためか、音を外したりすると目立ってしまうようです。声が大きくなると余計に不安定さが際立つ時があります。ミュージカルもされていて、音楽番組などで他のミュージカルの方たちとも共演シーンもあったりしますが、一人声が聞こえてこないほどに声量も少ないとの意見もありました。 4. 二宮和也さん。嵐の二宮和也さん、嵐は大野さん以外は上手いイメージがないと言われています。ジャニーズな歌い方であり、歌声もあまり印象に残らないので、バラエティで毒を吐いてる時や演技している時の方が生き生きしていると思うファンが多いようです。 5. 桜井翔さん。嵐の桜井翔さん、歌っているというよりはラップのイメージが強いです。歌唱力が非常に低いというほどではありませんが、声がブレやすい傾向にあります。ラップについてもライブでのパフォーマンスと CD の音源を比べると音程が取れていないと感じる人も多いようです。 6. 城島茂さん。 TOKIO の城島茂さん、 YouTube のネタ動画で Ambitious Japan を台無しにする男というタイトルで動画が上がるくらいいじられています。 TOKIO かけるの番組内でちょっと鼻歌を歌う場面があったようですが、あまり上手くなかったようです。がっつり歌ってないのですが、うまいとはあまり思えなかった視聴者は多いようです。 7. 高橋海人さん。 King&Prince の高橋海人さん、歌番組でピンで歌っているのを聞いて驚いた人がかなりいたようです。リズム感があまりないようで、本人も自信なさそうに歌うので余計に下手に感じてしまうといった意見もありました。5人の時の歌はあまり気にならなかったのですが、人数が減って歌声が目立つようになり、声の伸びがなく表現力もあまりないことが明らかになってしまったようです。 8. 相葉雅紀さん。嵐の相葉雅紀さん、相葉さんの歌声は好きな人も多いですが、どこか鼻に抜けるような声でどの曲を歌っていても相葉さんだとすぐにわかります。鼻声みたいなもやっとした声質が下手に聞こえてしまうといった意見もありました。9. 二階堂隆さん。 Kis-My-Fit2 の二階堂隆さん、テレビ番組のカラオケ企画で複数の段階ステージの1ステージで失敗することがありました。カラオケの採点と実際の声の魅力度は関係ないと思いますが、歌が下手なイメージがついてしまっています。 Kis-My-Fit2 の中でも歌唱パートが少ないので歌うイメージがない人もいるかもしれません。リズム感もあまりないといった意見もありました。 10. 松本潤さん。嵐の松本潤さん、テレビ番組でびっくりするぐらい音が外れていたことがあったようです。生放送だったことで緊張などもあったのかもしれませんが、歌が下手なイメージがついてしまいました。うまそうに見えますが、鼻にかかった声があまり歌を歌うのに向いていないといった意見もありました。ノリの良いサビの部分や全体で歌うときは目立ちませんが、ソロでは音程を外しまくっているようです。 11. 村上信五さん。スーパーエイトの村上信五さん、そもそも歌っているイメージがない人が多いようです。音楽番組でも司会進行役でセッションの場面で歌っている印象もありません。逆に歌が上手くないことを利用して赤月キングとしてリアルフェイスのラップパートを独特の感じで披露するのがファンからは好まれています。
関ジャニの歌で聞いたことのあるものは、歌唱力が見えるものより盛り上がれる面白ソングが多くて、歌のうまさより込める気持ちに重きを置いているように感じるといった意見もありました。12. 横山優さん。スーパーエイトの横山優さん、もともとの声の音域が狭いので聞いていても苦しくなってしまう。頑張っているのは伝わるのですが、ボイトレなどをして音域を広げた方がいいかなと思う、などといった意見がありました。声質的にも地声に近い声で喉で歌っている印象が強く、うまさは感じにくいようです。歌番組でソロを披露しましたが、音程があまりにも狂っていて驚いた人も多かったようです。リズム感はとても良いと思われますが、グループの曲と声があまりマッチしていないといった意見がありました。昔よりは努力して上手くなってる、この意見もあり、以前よりは上手くなっているようです。ですので、これからもまだまだ上手くなりそうだな、と期待しているファンも多いです。13. 加藤シゲアキさん。ニュースの加藤シゲアキさん。声質が悪く、ガサガサの声で、あまり伸びがなく、歌える音域もかなり狭いようです。与えられている歌唱パートも、他のメンバーと比べて少なくなっているため、あまり歌が上手くない、という印象が強いようです。音程で安定を取ることができず、発声も良くないので聴いているのが辛くなるといった意見もありました。自信のない歌い方と声が小さいといった意見もあったので、本人も気にされているのかもしれません。14. 木村拓哉さん。俳優、ソロで活躍している木村拓哉さん、うまいといった意見もあるのですが、うまく見せていて実は下手くそだと言われているようです。よくモノマネされていることもあり、癖が強いイメージを持ちます。せっかく甘くていい声で歌ってるところも絵になるのですが、テンポを変えたり変なアレンジとかフェイクをよく入れていることが、下手を隠しているようにも見え、あまり好まない人も多いようです。アレンジが多いためか、 CD とテレビでの歌い方に差がありすぎて正解がわからないといった意見もありました。素直に歌っているところを一度聞いてみたいです。15. 横尾渉さん。キスマイフット2の横尾渉さん。Kis-My-Fit 2で歌っている時はそんなに目立っていなかったのですが、ブサイクで歌っていた時に音痴でリズム感もなく、歌が下手なことが明らかになりました。音を外しているイメージがついてしまっています。中井さんの音楽特番では楽器を奏でながら歌う企画に挑戦。音楽番組での歌声はかなり外していて、視聴者をびっくりさせました。ソロパートだとファンはドキドキしてしまうようです。グループで歌っていてもなんだか外している人がいるなと気づくファンがおり、それが大体横尾さんだそうです。本人も歌が苦手で音程が取れないと自分でも告白しています。そのためかは不明ですが、歌の割り振りパートも非常に少ないです。バラエティ番組でアイドルが歌が下手だといじられることはそうそうないことで、下手なことをいじっていいのは横尾さんくらいです。逆に下手なことを押し出していいものかと思ってしまうファンもいるようです。いかがでしたか？今回は歌が下手なジャニーズ15選をお伝えしました。メンバーの脱退などで歌を苦手としていたメンバーの歌うところが増え、下手くそなのではと思われるようになったメンバーもいるようです。しかし歌だけがジャニーズの良さではありません。苦手なところを改善しながら、それぞれの得意なところを売り出してほしいです。最近は若手のジャニーズも幅広い分野で活躍しています。近年も新しいグループが続々とデビューしており、ますます目が離せないジャニーズたち。今後もイケメンたちの活躍に期待です。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。